こんにちは、授業準備 TV の梅子です。夏休み明けに行う宿題の回収、皆さんはどういった方法で行っていますか？回収とチェックに手間と時間がかかってしまう、効率的に宿題をチェックする方法はないかとお悩みの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は夏休み明けの宿題チェックを効率化する方法をご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。投稿者の先生は夏休み明けの宿題回収とチェックを行う際、子どもたちをあえて並ばせて行っているそうです。まずは事前準備をご紹介します。子どもたちが投稿する前に黒板には、投稿してきてくれて嬉しいよといった先生からのメッセージを書いておき、提出物の忘れ物は後で受け付けることを合わせて書いておきます。次に子どもたちが宿題を置くためのスペースを確保します。自由課題など大きなものを置くための専用の置き場を配膳台や窓際に用意しておくと、子どもたちがスムーズに提出することができます。他にもシールやスタンプ置き場、作品表などが必要であれば別の場所に用意しておきましょう。最後に子どもたちが一箇所に集まらないような動線をイメージして動線を決めておきます。低学年の子どもたちにはテープやマジックでラインを書いておくと動線が分かりやすいかもしれませんね。ここからは回収とチェックの流れについてご紹介します。今回ご紹介する方法では、子どもたちが出席番号順に一つずつ宿題を提出し、チェックできるものは先生がその場で確認します。一見時間がかかるように感じますが、放課後の作業時間を減らせることと確認漏れを防げるため、トータルで見ると効率的な方法となります。それでは具体的な手順をご紹介します。はじめに子どもたちに連絡帳と赤鉛筆を用意させます。次に先生が提出してほしい順番に宿題をナンバリングして黒板に板書します。ナンバリングをする際は、1体温チェックカード、2算数ワーク、3国語ワークというように、すぐに返却できるものやチェックをすればすぐに返せるものからナンバリングするようにしましょう。次に子どもたちが出席番号1番から順に先生の前に1列に並び、ナンバリングした通りに1つずつ宿題を提出します。宿題の忘れ物がある場合には列には並ばず、忘れたものを連絡帳に赤字で書くように指示しておきましょう。またワークなどでコメントをつけたいところがある場合には、並ぶ間にそこを開いて待つように指示しておきましょう。コメントをつけたいところが複数ある場合には、付箋を貼った宿題の見本と付箋を用意して子どもたちが並ぶ場所に置いておくと、子どもたちが該当の箇所に付箋を貼ってくれるため分かりやすいそうですよ。チェックが終わった宿題はその場で先生が花丸をつけます。花丸をもらった子どもはシール置き場へ行き、自分でシールを一つ選んで宿題に貼ります。そしてチェック後に先生が回収したいなどの理由でそのまま提出が必要な宿題は専用に設けた置き場に置いていき、チェックのみで済む宿題は席に持ち帰ります。この時すべての宿題提出が終わった子どもが手持ち無沙汰にならないように、夏休み明けの掃除や机の中やロッカーの整頓、読書など先生のチェックタイムが終わるまで履修できることを指示しておきましょう。提出する宿題のチェックがすべて終わったら、最後に理科研究や絵画、工作など自分たちで取り組んできた制作課題をクラスで発表してもらいます。発表に戸惑いがある子どもたちが多い場合は、発表練習としてグループで発表を行ってみてからクラス発表を行ってみてもいいかもしれませんね。発表するときは題名、一番頑張ったところ、見てほしいところなど発表してほしいポイントを先生が指定しておくことで、子どもたちも発表がしやすくなります。このとき発表中でも聞いている人が質問や感想を述べてもいいことにすると、子どもの頑張りをより深く知るきっかけになります。先生は子どもの発表を聞きながら作品表やコメントを作成するようにしましょう。発表が終わった子どもは席に着き、先生から受け取った作品表を指定のところに貼り提出します。このチェック方法を実践することで提出物を漏れなくまんべんなくチェックすることができるので、効率を上げて時短することができます。先生の机の上に宿題が山積みになることもなく、効率的にチェックすることができそうですね。クラスの雰囲気や実情に合わせて取り入れてみてはいかがでしょうか。今回は夏休み明けの宿題チェックを効率化する方法をご紹介しました。
本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。